ってるチャンネル。こんにちは、マンテルです。どうも、今日はですね、前回に引き続き音楽会の話をしてみたいのですが、コンサートツアーというのがあります。いろんなアーティストのツアー、そこにミュージシャンとして一緒についていって演奏するという、全国ツアーに私も随分長い間参加してきました。一番長いのは高橋真理子さんのヘンリーバンドというバンドに所属して、もうね、27年目です。1994年からなので、丸26年、今年で27年目。残念ながら今年はコロナにより全部中止になってしまいました。まあ延期ですね。来年またあると思いますが、今年は一本もなさそうな感じでございます。ツアーというのはですね、そもそもね、1994年始めた当時はですね、70本ぐらいあったのかな。70本あるとね、前乗り、まあ前の日にその現地に行ったり、次の日帰りは大体次の日なんですけどね。そうすると1回出るとマリコさんの前2回公演やって、1日休んで2回公演やってっていう、当時はね5日ぐらいで出たんですよ、入った頃は。なので1回行くと6日ぐらい帰ってこない。それが毎週のようにあるとほとんど家にいないみたいな。で、大体4月ぐらいにリハやってたのかな。4月5月にやって、6月から始まってツアーがずっとあって、11月までやって、12月はディナーションっていうね、そんなサイクルでした。まあ8月お休みしてた時期もありましたけども、まあ年間ね、やっぱりどうなんでしょう、150日半分ぐらいはマリコさんおよびヘンリーバンドと一緒にいたという印象が強いです。なので他のツアーやろうにも、他のアーティストやろうにも、ぶっちゃけできないんですよ。土日はほとんどそのマリコさんのコンサートだったりしますから。で、某熱帯ジャズ楽団っていうのも同じ頃始めましてね、1995年だったかな、私結成メンバーとして始めたんですが、どこ行っちゃったんでしょうね、私の位置は。ただね、今でも一応ね、在籍してんですよ、僕きっと。本当？在籍してますか、リーダー。全然もう最近お呼びもかからなくなって、どうせマンテルはダメだろうっていうね、どうせ忙しくてダメだろうみたいな、そんなことないんですよ。たまたま熱帯ジャズ楽団のライブがある日がたまたま高橋真理子さんと重なっていたというだけの話で、そんなことはないんですけどね、だんだん呼ばれなくなってしまって、この間ね、電話かかってきて、お、久しぶりに呼ばれるんだと思ったら、誰も空いてないから待ってない。空いてないって、最初に呼べよ俺を。いや、僕もその時空いてなかったんですよね。そんなことがあって、つまりですね、ミュージシャン、そんな70本もあるようなツアーに出るとほぼ他の仕事ができなくなるという感じなんです。なのでミュージシャンの中ではやっぱりね、こう2つに分かれていく。ツアーをやるのか、主に、もしくは東京にいてスタジオミュージシャンをやるのか、大きく分けるとね、この2つに分かれるんですよ。これはどうやって分かれるかというと、まあそのミュージシャンの好み、あとは向き不向き、あとは上手か下手か。いや、下手でツアーミュージシャンできないからね。僕の場合はね、やっぱり人前で吹きたいんですよ、どうしても。スタジオも結構やりましたけれど、
何か人がいないっていうかいるんですけどお客さんじゃないじゃないですか。スタジオの中で録音するわけですよ。そうするとね、まあ、スタジオがあってブースの向こうでね、いろんな人がこう、まあ、見てるんですけどね、その声が聞こえないわけですよ。僕が吹くじゃないですか。で吹き終わりましたってシーンとしてるわけですよ。で向こうでなんかガラス越しにディスカッションするわけですよ。それがねなんかねオーディションみたいでね、試験というかね、今の出せんじゃねえみたいな、もうちょっとちゃんと吹いてほしいよねとか、そんな風に思うこともあって、あんまりねだからねお客さんがいるいないところで吹くのはあんまり好きじゃなかったんですよ、若い頃は特に。なのでやっぱりこうさ演奏してるとみんながわーってなったり拍手がいただいたりね、まあ僕が主役じゃないんだけど、まあでもほらライブのあの空気感っていうのはやっぱりね大好きなんですよ。なので当時30前でしたけど、まあ22歳ぐらいから僕は本田敏行ラジオクラブというバンドでジャズフェスとかも出てましたし、もっぱらライブとか全国でやるコンサートとかその方が多かったですから、バックバンド含めてね、マリコさんの前にも工藤静香さんとかトンネルズさんとかいろんなのやってましたけど、まあねやっぱりツアーはね好きでしたね。面白いんですよ。まずねツアー何がいいか、全国の美味しいものが食べれる。これはね相当いいですよ。しかもゴチなんですよ。ね、打ち上げだとほら主催者さんがおごってくれたりとかですね、まあその土地土地のこうお友達とかにおごっていただいたりとかですね、まあそれはねいいんですよ。なのでツアーはねとってもいいです。まあその地方地方でお友達もできますしね。いや女性じゃないよ。女性じゃないよ、違うよ、男性ね。っていうか普通のお友達、ライブとかやるんですよ。コンサートが終わった後みんなで楽器持ってねライブハウス行ってねセッションしたりするんですよ。ジャズのセッションしたりね、ライブハウス遊びに行って飛び入りしてみたり、そんなことするとそこにいるマスターとかお客さんとかすごい仲良くなるんですよ、地方でね。で来年また会おうねなんて言ってそこのお店にまた行ったりして、そのお店が常連になったりして、そこでだんだんお友達が増えていって、だって27年もやってりゃね、そりゃお友達増えますよ。だから美味しいもんが食べれる、お友達ができる、全国によなかなかこういう商売ないと思うんですよね。しかも好きなことをやってサックス吹いてお金ももらえて交通費も出していただいて宿泊費も持っていただいて、ただで旅行が、いやいやギャラもらって旅行ができるね、こんないいことないじゃないですか。ということで私ツアーが大好きで、やっぱりツアー向きなミュージシャンだと思います。でね、マリコさんの場合はねすごくバンドにこう手厚いというか、まあヘンリーバンドっていうね、リーダーがヘンリー広瀬さん、マリコさんの旦那さん、そしてプロデューサーなんですよ。そしてバンマスだから、とってもバンドメンバーも待遇がいいんです。新幹線はグリーンね、ホテルはその都市のまあすごいいいところ、まあハイクラスってやつですよ、ハイクラスなホテル。飛行機は普通なんですけどね。でもねすごい恵まれてる方ですよ。今までいろいろツアーしましたけど、バックバンドやりましたけどね、マリコさんのバンドが一番いいです。そんなんでねいろんなとこ行きました。これね今回そのツアーのお話なんですけど、きっと1回じゃ終わりませんので、
ひょっとしたら3回ぐらいに分けてお送りしてみたいなと思います。ツアーのねスタッフをズームでゲストにお招きしようかなと思ってますけど、まだちょっと分かんないですけどね、なので何回かに分けてこのコンサートツアーっていうのをお送りしてみたいと思います。